どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？ウカでございます。さあ、続きをやっていきましょう。メタルギアソリッドポータブルオプス。準備だけ確認しておきましょう。現在問題ないですかね、これで。まあ、敵、味方。一応この女性兵士いないが持たしとくか。そうだな。一応やっぱ、しっかりとした武器を。いいね、これ。M16A1。あ、まあ、これいっか。はい。よし、一発持たせる自分だろ。さあ、行きましょう。出撃！おい。準備は整った。はい。ここ先は一瞬たりとも気が抜けん。奴らの思惑を阻止できるのはお前だけだ。はい、任してください。行きますよ。ということはもう人員戦かな、きっと。ここで人員倒して、メタルギア、もう一回メタルギア多分戦うと思うんだよね。お、これなんだこれ。あー、なんかあれか、資材搬入用のエレベーターか。そういえば言ってたもんね。あの、階層がそれあるって。まあいいや。ほい。大型の輸送用、はいはいはい。ビンゴ、メタルギア。なるほど、エレベーターを使ってメタルギアまで行くと。行きましょうか、じゃあ思いっきり。よーし。いいじゃない。ペースいいですよ、なかなか。このまま順調に。まあ、順調、うん、まあいいや。頑張って行きましょうか、このまま。さあ。ん？何？え？あ、先にカニンガムか、そっか。はい、マジか。この野郎また来やがったか。なんだその浮いてるやつは。あの男だがもういい。これ以上お前が戦う理由はない。お前の任務は終わったのだスネーク。何の話だよね。何を言ってるカニンガム。どういう。やっぱなんか黒幕っぽいなこいつ。うん、説明してやるスネーク。ああ、説明してくれるんだ。なるほど。人の部下ではない。何？ああ。何の言い方がなんか聞こえてなかったみたいな感じの言い方だよね。俺の雇い主は。アメリカ国防省。あ、どういうことだ。国防省って言ってたな、さっき。最初から仕組まれていたことだったのだ。はい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 、はい。CIA と国防省の不仲はお前も知っているな。あ、そうなんだ。政府予算の奪い合いのことを言ってるのか。はあ。それだけではない。うん。1961年のキューバ侵攻作戦。はいはいはい。ベトナムへの秘密工作。はい。アメリカの軍事行動に対する CIA の影響力は、うん、年を追うごとに大きくなりつつある。ああ、そうなんだ。国防省の幹部はそれに危機感を抱いていた。うん。そこで彼らが目をつけたのが弾道メタルギア計画だったのだ。うん。フォックスの指揮官である人員を先導し、極秘裏にソ連に引き渡されるはずだった弾道メタルギアを強奪する。その弾道メタルギアをジーンがソ連へと打ち込んだらどうなると思う、うん、どうなる。 CIA の権威は失墜し、軍部の影響力は飛躍的に増大する。はぁ、わざとジーンに核を使わせようとしたのか。もう単純アメリカ内部の話じゃん、それは。もうただ違うな、スネーク。ん？ジーンは所詮反逆者だ。はい。そしてこの基地を作ったのはソ連。メタルギアの基礎設計も弾道メタルギアに積まれている核もソ連製だ、うん。ってことは、あ、確かに考えてない、そっか。証拠は何も残らない。これが見えるか、スネーク。デイビー・クロケット。デイビー・クロケット。小型核砲弾だ。あれだ。ソ連製だがな。あの、メタルギアソリッド3の時に、あの、ボルギンが撃った。あの核弾頭か、ちっちゃい。小型核弾頭ってやつ。他の兵士たちはどうする気だ。まだあったんか、そんなんが。で、奴らのことを心配する。うん。奴らは俺たちの敵だぞ。いや、んなこと言われても。だが、お前は違う。え？お前はよく任務を果たしてくれた。何の話だよ、任務って。あの男が描いたシナリオ通り。あの男って誰？俺たちがお前をこの半島に連れてきた本当の理由。うん。それはお前が寺院の計画の障害になると予想されていたからだ。はあ、たった一人で敵地に潜入し、反乱軍の兵士を味方につけ、ジーンが絶対に弾道メタルギアを使わなければならないように追い詰め。なるほど。それができる兵士はお前しかいなかった。早く使わせたかったわけだ。英雄ビッグボスしか。そして実際にお前はその通りに動いてくれた。うわ。だがもう十分だ。ジーンには弾道メタルギアをソ連に向けて発射してもらわなければならない。それが国防省の計画だ。その計画までお前に邪魔されるわけにはいかない。まあそりゃそうだよな。この基地の上にヘリポートがある。ヘリに乗れ、スネーク。嫌だって言えないんだよな。弾道メタルギアが予定通り発射されたら、うん、お前を本国まで連れて行ってやる。この基地を吹き飛ばした後で元通りの英雄としてな。最も組織は CIA ではない。それは我慢してくれ。何、国防省になると。いやでも頼まれた、スネーク。
やまあそうなるよね。CIA に切り立てするつもりか。やつらが CIA が俺たちホックスに何をした。過酷な任務に駆り出しておいて、負傷した俺を官職に追い込んだのはやつらだ。お前だってそうだ。やつらはお前の死を、我ら特殊部隊の母ザ・ボスを異国の地へ投げ捨て見殺しにしたではないか。まあまあ確かにね。おう、かっこいい。それとも、まさかこの半島にいるソ連兵のためか。バカ。ヘリポートに行け。お前をここから先に行かせるわけにはいかない。さあ、スネークなんて返す。おう、ジョナサンにキャンベルに言えるぞ。メタルギアを使わせるわけにはいかない。俺は、俺自身の忠を尽くす。俺はボスとは違う生き方をする。かっけえ。いいだろう。これでお前も本物の反逆者だ。やだ、かっこいいんですけど。もう、やっぱボスかっこええな、ビッグボス。いいね、なるほど。わかりました。やってやろうじゃん。とりあえず、たぶんこの後に、どっちだ、人選かな、きっと。まあ、まずはカニングラム倒しましょう。頑張って。よーし、行くぜ。マーク22。あ、この野郎動くな。当たるか、これ。うりゃ。あ、くそ。あのコックピット的なやつが。うわ、何投げてきた。当たる気がしないんだけど、この。武器、なんかないかな、か、あー、当たんねえな、ヘッドショットが。うわ、だだ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 だ。あ、待った。あるじゃん。M16A1、武器変更。うわ、ちょっと、連打が投げてきた。大丈夫か。当たれ。とりあえず、これダメージで、もう、おー、当たんねえ。命中率がな、どうも。おぉ、何発か当たった、今。ああ、でもクソ、全然だよ、比率が合ってないんだよな。小ネズミが言うなー。とりあえず、どうする、どうする。おぉ、今、ああ、だ、おぉ、これだ。あ、チャンス、チャンス、チャンス。チャンス、チャンス。うわぁ。あ、コール、なになになに、はい、はい、なんでしょう。コール、はい、私、はい、電話出ます。なんでしょう。キャンベル、なんだ。このままでは直接カニンガを狙うのは困難。ショーインとせ、ホセバス、プラットフォームを狙え。機体にダメージを与えて、なるほどね。はい。機体をぶっ壊せと。やばい、たまに、ダメだ、ダメだ、よーって言って、直撃かよ、畜生。弾がまずいな、ちょっと。あ、これ別の武器。まあ、いいや、まずはちょっと。あ、どりゃー、あ、弾切れ、くそ。となれば、一度これ、はい。M16A1 捨てて、これはなんだ、スコーピオン、かっこいい。スコーピオンかっこよし。うわぁ。あ、機体のダメージ当てるから、とりあえずこれ、あ、まずい。うらぁ。ういー。おっしゃ、落ちてきた。チャンス。思いっきり狙って。おらぁ。うわぁ。お前は、この野郎、もう眠らせるとか、そんな絶対させねえかな。うわぁ。おっぱ。いって。なんかの地雷だったんか、落ちてたのは。はい、起き上がる。ダメージ当てる、直接。弾がない。早い。早い、相変わらず弾が減る、なくなるの。となれば、行くしかないか、頑張って。おい。はい、マーク22、行くぜ。頑張る、これで。当たれ。なんか投げてきた。やめろ、やめろ。絶対まずいやつだから。おい、回避。弾がないってのがきついですな、また。うりゃ。えい。
どうしよう、次の人選も、あ、でもさすがにジーンはこの体力ね。よし、来た来て、行け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 ー、どりゃー、あと一撃、よっしゃ、行け、あと、よっしゃー、行ったよ。行ったよ。僕やったよ。麻酔弾だけでやったよ。ほぼ麻酔弾でよかったよ。はい、俺もお前も軍人として最高の名誉が手に入った。なのに、こんなところで、いや納得いかないだろうな、カニンガムからしたら。俺一人では知らんぞ。おい、やめろやめろやめろ、俺も道連れだ。いや、ちょっと待て待て待て、遅い、カニンガム。うわ、もうおかしくなってこれ、やべやべやべ、うっ、やべ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 、ええ、機体が限界だったってこと？だよね、多分。としか思えないか。助かった。いや、こんな狭いところで核爆発なんて起こされたらシャレにならんからな。よかったよかった。長い夜の友、大人の雑誌。なぜ？今、はい。エレベーター起きた先はメタルギアいるはずだ。これまでかかった時間のことを考えるとメタルギアの発射準備はほぼ関連近づいていることだろう。いいか、絶対メタルギアの発射を許しちゃいけない。わかってますよ。もしメタルギアが発射されることがあれば、それは世界の破滅を意味する。俺たちの後ろメタルギアの発射を止めなければならないんだ。方法はとはメタルギア。オッケー、よし、これでメタルギア、なんとか止めて、これ世界を救いましょう。次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。